シャフトの違いその3。さて今回はバーベルシャフト、ダブルシャフト、EG バーの違いについて説明します。バーベルシャフトはストレートシャフトになっております。 EG バーやダブルシャフトはアームカールやアップライトローの際自然なフォームでできるので手首に負担がかからずにトレーニングができます。以上です。